はい、どうもミスター X です。大阪は今日は、雨ですね。雨、大阪は今日は雨ということで、2019年の10月24今日と明日ですよね。木、金、行けばまたね、2連休がやってくると。今週は4日ですね。まあ4日のうち今日で3日目と、あと今日も半日行って、あと1日ですか、明日仕事に行けば、まあ、お休みということで、この火曜日ですよね。火曜日が本当にすごかった。すごかったというか、火曜日の収益の反映が昨日あったわけなんですけどね、水曜日に。いやー、これ何回でも言いたくなる内容ですよね。まあ何かと言いますと、トップバズの、まあ、淀川のおっさんのですね、まあ、驚異的とも言える、まあ、バズり方ですよね。まあ、建築アカウントでバズったと。本当に休みがかなりのウエイトを占めてきてますね。バズり方のウエイトがかなり、休みの日に投稿したものがバズる。まあ、もちろんね、休みまでに投稿してた動画もバズるという、まあ、傾向で、一番の特徴は、まあ、今回の場合はどうだったかというと、あれなんですよ。火曜日に投稿した、まあ、建築職人系のジャンルの動画を火曜日にね、休み中ですよ、5本上げて、5本中3本が1万回以上の、再生回数になったというところですよね。なので休みの日に投稿しないっていうのは、まあ、逆に考えればね、稼ぎたくないっていうこととも取れると思います。稼ぎたかったらですね、稼ぎたかったら、トップバズで稼ぎたかったら、まあ、今のトレンドとしては休みの日にね、動画をしっかりと投稿していく、まあ、もちろん平日も最低5本はアップロードしたいところですけども、その中でもです、その中でもここは徹底したいなっていう作業内容をね、徹底したいなというところは、休みの日にしっかりと動画を投稿していくというところですね。うん、もうこれをもう徹底する、とにかく徹底するということで、ぜひね、やってみられてはいかがでしょうかと。でまだね、あの建築職人ジャンルをやってないよっていう方がもしね、いらっしゃったら、ぜひその方については、今月は本当に建築のジャンルがバズってるという印象がね、かなりありますので、ぜひやってみられてはいかがでしょうか。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございます。